4.25 名古屋大会。ジュニアスターズの田中実、金本浩二から勝利を奪い、第92代アジアタッグ王者組に輝いたバーニング鈴木小太郎、青木敦史。 5.18 後楽園ホール大会では、ジュニアスターズとのリマッチに臨み、30分を超える激闘を展開。最後は小太郎がタイガードライバーで勝利を奪い、王座初防衛に成功した。そんな2人に挑戦を表明したのが、ラストレボリューションのカズ林、近藤修二。カズのテクニックと近藤のパワーに加え、全日ジュニアのブランドを築き上げてきた2人のコンビネーションでアジアタック王座の奪取を誓う。個々の能力は2人ともすごく高いなと思います。自分の2人は本当にタッグチームとしてのチームワークが重要になると思うので、いろんなちょっと対策を考えていきたいかなと思ってます。こうバーニングは勢いづいて大きくなってきている、このタイミングで LR が全部刈り取ってやろうと、両国に来たの全日本プロレスファンのみんなに、まずもうこの試合をね、誇りに思ってもらえるような、まあ、そんな試合にしたいと思います。全日ジュニアタッグ最強の座をつかみ、アジアタッグを手にするのは、アジアタッグ選手権試合、王者組鈴木小太郎、青木敦史 VS 挑戦者組カズ林、近藤修二。全日ジュニアというブランド、これを高めてきたのが他ならぬこれから入場するこの2人。特にカズは選手のコーチ役も務め、多くの若手を一人前の選手へと育ててまいりました。さらに近藤が入団し、全日ジュニアの層が厚くなり、今や業界トップクラス。その全てをこの一戦にぶつけるアジアタッグという歴史と伝統とともに、ラストレボリューション、カズ林、近藤修二。全日本に戦いを求め、早約半年、実績を残し、全日本のファンも味方につけ、役に取り込んでしまいました。これだけのものを持っているこの2人、ジュニアハイパータッグリーグ制覇、アジアタッグダッシュ、もう勢いだけではない、逆に穴が見つからない。どこまで突き進むのか、バーニングの2人、とどまることを知りません。まさに名勝負の予感。アジアタック王者バーニング、青木敦史、鈴木小太郎。試合に続きとして新月放送の全日本プロレス中継担当、三井智之様より選手権試合宣言でございます。認定賞、これより行われる鈴木小太郎、青木敦史対カズ林、近藤修二の試合は PWF が認定するアジアタッグ選手権試合であることをここに宣言する。2013年6月30日太平洋沿岸レスリング同盟。続きまして、チャンピオンチームよりチャンピオンベルトの返還でございます。日本最古のタイトルアジアタッグ王座、現王者青木小太郎は第92代
力道山、豊昇、ジャイアント馬場、アントニオ猪木、吉村道明、広松田、大木金太郎など名選手が体感した由緒あるこのベルト。ジュニアスターズを破り王者になった青木敦彦太郎はバーニング対します。近藤和は満を持してのチャレンジ。さあ両チームの紹介です。アジアタック選手権試合60分一本勝負を行います。青木がチャレンジャーチーム230ポンド近藤修司、ラストレボリューションチャレンジャー近藤修司、190ポンドカズハシ、集大成の戦いを見せるとそう宣言いたしましたカズハヤシ。アジアタック選手権試合、そしてそのチャンピオンの青木敦史、さらには鈴木小太郎が今コールされました。さあいよいよタイトルマッチのまず第1ラウンド、浅野さん、アジアタック選手権試合がですね、はい、これから始まるわけなんですけれども、はい、どんな戦い予想できますか。いやもうこの2チームが戦ったら、はい、絶対にすごい勝負になりますよね。もうカズ近藤はね、はい、その武藤全日本を牽引してきた、はい、個人としてもタッグチームとしても牽引してきた2人、はい、小太郎とね青木は、はい、全日本で今実績作ってますけども、うんはい、もうノアにいた時代にも GHC のね、はいジュニアタッグ王者に君臨してね、はい7回の防衛戦を重ねてるチームですからね、はい、さあいよいよ始まりました。カズ林と青木敦史で始まりました。富士さんはどんな点を注目してご覧になりますか。いやもうこれはね、はい、いや本当に双方とも、まあ、正直で、複雑なうん、思いがありますよね、この時期だからね、はい、そうですね、うん、多分今日のこの試合をやった後にまた相まみえるのは今度はいつかという部分が ね、うん、ねまあ今こういう話をしてまあどうか自分はあるんだけれども、はい、いやその思いはね、はい、あると思いますよね。まあ去る選手残る選手それぞれおりますけれども、はいまあ、カズ今度はこの一戦をですね、最後にまあ去っていくという、まあ、鈴木小太郎青木敦史はまあ残るというね、そういうまあ選択の仕方をりました、うん、そこにね、今こうやってベルトがこう、うん、かけられたタイトルマッチ、だからやはり、はい、かなりこのベルトを奪うか、はいはい、それとも持っていくかそれとも、ここに残すかという部分でいうと、はいかなり、はい、気迫を感じますしね。そうですよね。おーっとドロップキック、ここはチャンスチーム、近藤とカズはベルトを持っていくと言ってますからね、はい、そうですよね、はい、あーっと飛んだー、チャンピオンチームが飛んだ、まず先制攻撃。いや最初本気硬いと思ったけど、はい、今の動き見たらすごいですね、そうですね、両者はね、この4人は、はいもういきなりねこのスピードですもんね。もういきなり、まあ、野球では肩が温まってるって感じですね、そうですね、はい、さあ今度はどうするか。さあコーナーだ。まあ浅野さん、カズと試合前ちょっとね、はい、じっくり話したんですが、カズ、はい、が一番寂しかったのは、はい、道場を去らなきゃいけないという、その時は一番辛かったって言ってましたね。2日前に道場荷物整理しに行った時、涙出たって言ってましたね。ねそうですね、まあ、カズの場合はね、はい武藤全日本のジュニア部門を活性化させてくれと言ってね、はい、武藤の要請でアメリカから帰ってきて、はい11年ですからね、はい、そうですね、まあ、その11年の集大成を見せると言ってました。なるほどね、はい、いや福さん、はい、並々ならぬ覚悟があると思うんですよ。まあそれはもう両チームともそうですよね。どこでトンネルを狙うか、来たー、おっとなんとその足を持ってうわー、読んでますよね、読んでいる読んでいる、先ほどはチャンピオンチームだった、今度はチャレンジャーチームか、マンハッタンドロップ、さらに首を取ってうわー、あの体勢から持っていく、さらにはカズが今度はこの青木に対しまして攻撃を仕掛けるバンダー、強なストンが入るドライバー、中央だ、両チームとも大沢さんいいですね。いやもう両チームともね、もう本当真っ白になって試合をしてる感じですよね。そうですね、もうそこにね余計な邪心は何もないですよ。うん、
お互いに、まあ、それぞれパートナーがおりますが、自分に持っていないものを持っているパートナーということで、まあ、そういう点は共通項として挙げました。で、まあ、認め合ってるチームですからね、はい、そうなんですよね。さあ今度は髪の毛を掴んでナックルパート顔面、まあ、これはレフリーに注意されました。近藤修司でやります、まあ、近藤がねその、はい、ジュニアのベルトじゃないですから体重をアップしても OK なわけですよね、はいはい、でまあ、動きのことを言われてましたけど、全然遅くなってないですよね。そうですね、はい、まあ、少しウェイトを上げてきたわけですよね。そうですね、その方がね実際のジュニアの体重でありませんから、動きは変わらず、はい、破壊力倍増って感じですよね。よかったですよね、選択は間違っておりませんでした。ライオンサルト、こちらのコンビネーションのいい岸さん、序盤戦ですが両チームのコンビネーション、私はコーチつけがたく見えるんですが、どうですか。そうですね、でも今のところはカズ君のチームが若干いいですね。今うまく分断して、あと今小太郎の足に行きましたよね、はい、ライオンサルトも、はい、ちょっと機動力が止まりますもんね。なるほど、膝気にしてますよね。そうですね、わざとその足に自分の体を落としてきたということになります。さあそこを今度は集中的に攻撃をする近藤修司チャンピオン、はい、このアジアタッグのね、ベルトはやはり日本最高のベルトだしね、はい、そういうような思いで言うとやはりカズと近藤はこのベルト欲しいだろうね。いやそうですよね、まあ、思い起こしますと1955年の11月に日本プロレスがアジア選手権を開催しました。タッグの部分で優勝したのがキングコング、タイガー、ドキンガー組と初代王者に認定されたわけであります。前王者は92代王者。さあここでラルタルタの時間が来たようだ。さあフォールの体勢に入ってどうだ。さあこの動きもいい。さらに上げた、ここからファイナルドライバーが入った。これは強烈、ハイジャックで待ってまいります。いや一発一発がやはり小澤さん重いですね。そうですね、もう本当にね、はい、勝負に出てる感じがしますよね。そうですね、まあ、ちょっと鼻からもうエンジン全開といったところでしょうか。おお、はい、この辺りは体重を増量したというのが随所に感じられます。ならば俺たちは機動力で行くべと鈴木小太郎、青木敦史、そうは瀬戸地と数林入ってくる。オーボディーボディー一発パンチ攻撃、エルボーですね。エルボーですか。もう小太郎はね、はい、もう最後の手段になったら、うん、ミサージ起点のエルボーがありますから。あ、なるほどね、はい、十分に鍛え込まれました。さあそれを使いながら今度は空中殺法、しかし抑えたのは近藤。ここから担ぎ上げて何を持ってくるんだ近藤。おっとまだ分からない、分からないですよ、分からないですよ。こっから、あー、これまたいかない、もう一回ね狙いましたけど、すごい攻防。いやー、まさに超一流同士の戦いだ。これはすごい、これはすごい。ちょっと今腰から足から痛めたんじゃないかな。そうですか、いやー、両者の息遣いが超えてまいります。すごい攻防でありました。裏の裏を読んでの戦いだ。さあ突っ込んでいく右、これかます、エルボーが火を吹く、右左、右、もう一度これかまして今度、おっとこれは相打ちだ、ですね、左ボディ、おっとしゃくりように持っていくか。あ、ここは一歩何かこう待ち受けていたような、そんな攻撃を小太郎が見せました。今は小太郎の読みがちですよね。そうですね、あえて1テンポずらしました小太郎。さあここでどうか、今手を伸ばしている数林、こんちゃんこっちだと手を伸ばしている。そして赤コーナー青木、今ほぼ同時に入場。今度はこの2人の戦いとなるアジアタッグ選手権試合、風が走る、これをかます、今度はどうだ、ドラップキック、青木敦史、自衛隊で鍛え込んでまいりました青木敦史、右一発、さらに今度はなんだ、バックドロップか、これを捉えている。まず林、全日ジュニアを作り上げた、そういった自負が僕にもありますよと、そう試合に間にも語ってくれました。数林足を払っていく、さあ今度はどうするか、ネックスクリューのように持っていく、ひねりを効かせた。今度は近藤修司が待っているぞ、何を持っていくんだ近藤。
カズマコンディションがいいですね。いいですよね。このタイトルマッチに合わせてあのコンディション調整がそうですね、うまくいったみたいですね。はい、どうだ、非常にいい動きを見せております。まず林、さらには近藤が送り出してリングの中、1対2の構図。チャレンジャーチームがいい流れを作り始めた。合わせ技、後ろと前へ蹴り上げる。さあさらに引くか、ファイナルカット。これでファイナルを狙う。どうだ、俺の技を受けろ。どうだ、返せるもんなら。あっと返したぞ、まだ分からない。でもまあ今のところ流れは挑戦者チームですよね。そうですよね、数ことですよね、はい、さあ場外に送り出した。これはチャンスですね、チャンスですね。はい、ベルトを持ってそれを通行手形にして今後の全部人生歩んでいくことになるんでしょうか。カズ、林、近藤、修司。さあここからどうするんでしょう。このダブルで狙ってます ね、 でですね、何を持っていきますか。さあこの体勢からリバース叩きつけますかね。叩きつけた。これは勢いがつきました。ホールの体勢に入った。コタローが入れない。どうだ、なんとか間に合ったようだ。アミントバ2、しかし手を緩めません。ラストレボリューション、カズ、林、近藤、修司。さあ今度はどうだ、うまく丸め込んでカウント、カウント2。さあバックを取るぞ。バックの奪い合いか、うまく離した。さあ今度はおっとロープワーク。ああ 危ない、大丈夫だったかな。ちょっと危なかったですね。ロープに顔面入りそうですね。さあ今度はさあお手すりシーダー、頭から基本に忠実飛び込んでまいりました。鈴木小太郎、中で待っている青木に今度は任せるのか。形勢逆転となりそうだ。これでね、流れ変わりますかね。そうですね、一つの大きなポイントとなりそうだ。ターニングポイントとなるんでしょうか。さあここから何を持っていく。あ、宝の翔太突き上げてまいりました。さあ今度はスクッと上がって青木が飛んだ。これはどうだ、完璧に決めたが近藤修司、間に合いました。何やった、何やった。今度は王者組有利になってますよね。そうですね、流れが変わりました。チャンピオンチーム2度目の防衛戦、日本最古のベルトをかけてアサルトポイントを狙ってますよね。そうですね、歴史と伝統のタイトル。おっと右のラリアットだ、首を取る、しっかりと固める。さあここからスパイラルスパイラルポセイドンですね、はい、これでどうだ、危ないですね。カウントは2。あ、よく返しましたね。危なかったですね。4人とも動きが速いね。タフですね。首をちょっと気にしているが、もうそんなことは言っていられないとばかりに青木。さあ今度はアサルトポイントか、ロックしますか。ああ、後ろから近藤が行く。間に合いました。さあ近藤が中に入る。今度はこの2人の攻防となったヘッドバット。こいつだ。お、さあさあ中央無尽に動き始めた、ね、はい、さあまた送って、これはちょっと読めなかった。いった、キングコングラリアット。さあ決めろ決めろと。おっと、さあこれでいけるか、いった。うわ、これは決まったんじゃないかな。取ったか、惜しい。カウントバス、リバースゴリースペシャルゴムですよね。でもこれダメージありますからね。かなりありますね。真っ逆さまに来ましたね、はい、チャンスです。チャレンジャーチームチャンス。あー、バックドロップ。これはチャンスですね。チャンスですね、絶好のチャンスを迎えました。バーニーチーム、チャンピオンチームはちょっと危ないな。危ないですね、さあラストレボリューション、勝林、近藤、修司。その集大成としてアジアのベルト体感あともう少し近づいてきた。いくか、スープラさんの攻撃。こっちを先に攻撃するんだね。そうですね、カットに入らせないように。まず小太郎を料理するのか。しかし小太郎ここで頑張りを見せる。あ、どうするか。あ、そうですか。あっと場外に押されてしまった。おっとここで、しかし今度は青木が行く。青木後ろから、ここから投げだ投げだ。
また流れが変わりそうだ。おっと今度はカズはどうする。この体勢から何を持っていくのか。おいおいおい、とんでもないことをするぞ。あ、腕を飛んできましたよ。腕を取る、腕高いの腕殺し出してきた。腕を引きかけて打つ、腕を引きかけて打つ、これはどうだ、これはどうだ、決まるか、決まりそうだ。危ない危ない、体回転。いやー、よく返しましたね。危ないですね。油断できないですよ、はい、まだ来ますよ。一旦押さないと。そしてこっから腕を取る、腕引きかけて打つ、腕引きかけて打つ。さあどうだ、腕が伸びている、ね、腕が伸びている。危ない危ない。おっとカズが表を向きますが、今度はさあここからどうだ、手繰り寄せている、手繰り寄せている。危ない、今度がそうですね、近藤入れない、近藤入れない、近藤入れない。どうだ、決まってしまうのか、決まってしまうのか。意識朦朧、まだ動いてますね。よく頑張ってる。そうですね。さあ三角締めに入る、三角に取る、うん、おしかしその隙を、わずかな隙を狙ってカズが持ち上げようとする。腕がちょっと危ないか。おあロープ、後頭部ロープ打ってますよ。荒々しいファイトに出ました。おこれは、ね、左腕がもう、はい、半分ちょっと言うことを聞きませんか、痛めてる状況ですね、この状況で何を持っていこうというんだ、青木も今後頭部打ちましたね。なるほどね、危ないですよね、はい、さあ抑えているチャレンジャーチーム、カズ林、カズ打てるか、カズ打てるか。左手は大丈夫なのか、力が入らないですかね、力がちょっと入らないか。青木もカズも近藤も小太郎も、わーでかかった、今時間差のような差が入りましたよ、ね、さあ来た、これでどうだ、ダッシュはならない、まだならない。今自力で返しましたよ ね、 ね。さあしかしチャンスは続く、チャンスは続く。これもうもう一発食ったらおしまいですね。おっと、あー腕を、腕を取る、アームロック。あー、これはどうだ、これはどうだ、腕を決めていく。体返せますかね。あ、呼んでますよね、近藤のことをね、はい、わすごいすごいすごい。この状態で何をする。お、近藤が重さったままだ。あー、今度は離す、今度は離すが、首の中、その近藤線が行く、先の先を行く、再び十字に持ってきました。どうだ、じゃあ腕締め逆十字、今回り込んだんですけどね。そうですね、腕締め逆十字、腕締め逆十字。どうだ、決まってしまうのか、決まるか。腕が伸びている、外すか、足で外す。カズの頑張りがすごいですね。すごいですね、すごいですね。わずかな隙をついて反撃になるか。一度腕、再三にわたる腕への攻撃。これでどうだ、カズはまだ頑張る、まだ頑張る、上になる、離した。ならばもう一度と、これはどうだ、青木が行く。あー首、肩、腕、危ない。ちょっとあれだと思う、ね、レフリーストップか、ドキドキストップか、はい、しないと。これはどうする、レフリーはどうだ、危ない。カズは絶対ギブアップされるのかという、動けないですもんね。止めた、レフリーが危険と思い止めた。そうですね、止めないとか、ちょっと、いや、レスラー生命にかかりますよね。レフェリーストップでしょう、最後の最後まで岡野さん、カズはカズしなかったですね、まあ、あの本当に誰かがね、はい、止めてあげないと。だある意味ね、はい、カズ、林の代わりに、はい、ボンバー斎藤レフェリーがギブアップしたんですよ。そういうことですよ、ね、もう無理だと、はいはい、いやー楽しい戦いを見せてくれました。まさにこの集大成を見せてくれたこの2人に大きな拍手を、そして勝者のバーニングの2人にたくさんの声援をぜひよろしくお願いいたします。いやー素晴らしかった。
木さん、内容がもうすごい内容でしたね。そうですね、もう2点、3点、4点、5点というぐらいに変わりましたね。2度目の防衛に成功いたしました第92代アジアタックチャンピオンチーム。なんでお前止めるんだとボンバーよと、まず林、こんな思いがちょっとよぎったのかもしれません。これで慣れ親しんだ11年間慣れ親しんだ全日本プロレスを後にします。まず林、そしてその後全日本に入団しました近藤修司、これで後にしますが、どっかでもう一回やろうじゃないか、今そんな意思表示をしたように思います。そうですね、近藤も2005年ですかね、初めブルーマーダーズで来て、そうですね、2008年の9月にね、はい、全日本プロレス入団、2008年ですかね、はい、近藤修司、しかし素晴らしい戦いでした。そしてね、やはりチャンピオンチームもね、本当に充実の王者ぶりを見せてくれましたよね。関さん、はい、関さんにとっての近藤和人がどんな選手たちでしたか。いや、もうジュニアといいね、はっきり言ってさっきね、言われた通り全日本のジュニアを引っ張ったのがこの2人がもう一番の功労者ですよ ね。またアジアタッグでもね、こんだけいい試合を見せるんだから、またこの組み合わせを見たいですよね。そうですね、もったいないですよね。さらにそのですね、カズと近藤を下したこの青木と小太郎の充実ぶりも素晴らしいですね。いや、最後のね、腕の逆を取った関節技の、はい、その、攻防はすごい攻防だったですね。そうですね、いや本当ね、今後ね、カズラの前に、はい、挑戦者として立てる人間がいるのかっていうぐらい強いですよ。そうですね、はい、あの穴が見つからないですよね。そうですね、はい、まさに盤石のチャンピオンチーム、アジアタッグの先をまた一つ上げてくれました、チャンピオンの鈴木小太郎、青木敦史防衛です。正直今日勝ったからいいけど、もっとやりたいね。それが正直な気持ち。もっと全日本のジュニアで最強っていうんであれば、その最強をもっと引き上げることも可能なんじゃないのかなっていうふうにやってみて感じました。本当ももっとやりたいね。全然まだやり足りない。まあこの世界に、ね、何があるかわからないから、俺はもう一度ね、今のメンバーでもう一度できることを願ってます。まだまだね、あの2人ともやりたいし、ジニストともやりたいしね、ヤマトとだってやりたいし、ね、うん、まだまだやりたくない、正直な感じです。もっと上があるはずだしね、ここで一旦食い手がついちゃうのは、本当、惜しくてしょうがないんで。今言えることは、まあ、今まで戦ってくれた全日本に残る選手、まあ、出る選手、まあ、スタッフ、ファンの皆さん、まあ、まあ、関係ないけど、バーニング、まあ、スワマン、まあ、マスコミの皆さん、本当にまあ、今までいろいろあったけど、本当に今思えば、まあ、感謝しかないというか、まあ、ありがとうございますと。もちろん、一時的にね、全日本を救ってくれた白石オーナー、今となってはありがとうございますと、まあ、ただそれだけ、うん、まあ、俺も感謝しかないよ、みんなには、うん、まあ、この先のことはさ、まあ、何もわからないけど、うん、まあ、ありがとうございました。この業界入って、まあ、十何年になるけど、まあ、感謝の気持ちでいっぱいです。全日本ジュニア、そういうものを作り上げてきた、人々、選手たち、チャンピオンになった人だけじゃなく、挑戦者、今までやってきたみんなが全日本プロレスのジュニアというものを価値を上げてきた、そこに僕
が少しでも交われたことを、幸せに思います。ありがとうございました。選手たちそれぞれみんな個人個人が同じベクトルを向いていたね。ジュニアだけじゃなくヘビーもね、ジュニアもみんな向上心が高い選手が集まって、ファンの皆様が期待していた以上のプロレスをやろうと、俺たちはそう願ってやってきた。だから彼らは僕たちを下したので、もっとさらなる上を目指すだろうし、僕らもそれに負けない試合をしていきます。